皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きるの大輔です。本日も昨夜の透析を振り返ってまいります。それでは参りましょう。どうぞ。8月31日火曜日、在宅血液透析2000トンで76回目になります。目標除水量1.1、透析時間は3時間、除水速度は0.37リットルパワー,ーです。お昼を抜いたからですかね。 えー、水路少なめ、えー、よって除水速度0.37リットルパワーということで非常にゆったりとした透析になりました透析前バイタルこれがね問題ですね、えー、血圧上が150、うん、下が100で脈拍が99ということですねうんどうしたもんでしょうかドライウェイトをね 調整をして一、えー、時はうん落ち着きを見せたあ血圧ですけれども、おまたここ数日上昇基調にあるのが心配されます。はい。先、え、史、ー、についてはこちらになります。ドン。はいこちらですね。えー、まあ特筆するところは特にないんですけれども、まあえっ、ー、と肘関節のところから脱血をしていると、おまあ 通院血液透析の患者さんにとっては非常にメジャーなんでしょうけれども私は痛いので嫌ですはいあの戦死自体はイージーなんですけどねうんなんですけれども痛い、うん、特にえっ、ー、と、まあ、今回は脱血側で使用したのでいいんですけれども、えー、返しでひじ関節を使う時は非常に困る、うん、血管痛がよく出るのでできれば避けたいんですけれども まあ今日は前腕を休めたかったというのもありまして、えー、やむなく肘関節から脱血で開始は、まあ、いつもの通り上腕のまあ肩関節に近いところですねこちらに刺しました透析、はい、開始時刻は2 1時18分、まあ、比較的早めな理由は、えー、妻の仕事からの帰りが早かったということですね、はいえー、21時血圧上が134脈拍87 22時、血圧上が158、ちょっと上がりましたね、えー、脈拍が97で、23時、血圧上が150、脈拍が97です。で、透析終了時間が23時18分で、透、え、析、ー、終了後のバイタルが、血圧上が145、下が96、脈拍が101です。うん、なかなか最後まで血圧が下がりませんでした。はい、そんなところです。 とということで、えー、今日はこんな感じのアバターにしてみましたいかがですかねうんここまで、えー、実物と違うともはや詐欺ですねはいこれはやりすぎかなと思いますけどうーん、まあ、前回のちょっとクリロナーみたいな感じになっちゃったやるやつよりは、まあ、人間っぽいは人間っぽい うん、目に優しい感じはしますけどね。うん。あのー、ちょっとひげなんて生えてないんですけどひげでも生やさないとちょっとこう幼すぎちゃってうーんここまでくると詐欺かなと思いつつも嫌いじゃない。うん嫌いじゃないですね。なので、えー、ちょっと一つの選択肢として考えております。これねいろいろポーズができるんですよ。これね こんなのだったりこんなのだったりあとなんだこんなのかバイバーイかうんでこれなんかこう4つセットしたんですけどそれ以外にあと34個あったみたいなんでうんちょっと考えてみますはいやりすぎ感はありますが否めませんが 何とぞご了承ください。ということで「本日は以上になります人生をよく生きる」はブログを柱に TwitterYouTube ポッドキャスト Instagram そしてスタンド FM 等を通じて在宅血液透析ならびに腎移植に関する患者目線での情報を発信しております。また「Kindle 本在宅血液透析患者のリアル」導入から8年。 投石回数2000回までの軌跡アマゾンストアにで350円で販売 Kindle Unlimited ご契約の方は無料で、えー、購読できますのでそちらもご覧いただければ幸いですそれではまたお会いいたしましょうご清聴ありがとうございました